はい、それではラジオもどきやっていきたいと思います。今回は夜遅い時間なのでちょっとね、静かめに喋りますが、前回言ってた禁断のホニャララの話をしたいと思います。あ、ちなみにね、パブロまた食べました。パブロは美味しかったです。はい、でですね、まあ何かと言いますと、食べたことある方いらっしゃるかもしれません。禁断のラムネっていうんですけど、人気商品ゆえに復活したそうです。調べたんですよ、少し。うん、まあその理由についてはまた後で話しますがね。で、まあラムネ、球状のお菓子です。で、ラムネなんで、あれですね、なんだっけ、ジューシー、笛ラムネとか、そっちのラムネなんで、ね、気になる方は食べてみてください。この後のね、残り部分聞かずに、直ちに、なんか購入していただければと思います。この後ね、そのネタバレをするんでね、はい。言いましたよ、言いましたよ。もう言いますよ。1分経ちましたからね。もう言いますよ。今まで、ラジオもどきでいろいろな飲み物、特に飲み物とかね、ちょくちょくアピールしてきましたけど、大概美味しかったと言ってきたんですが、今回に関しては正直私としては、うまいとは言えないというのが、いや、うまくないわけじゃないんですよね。ちょっと落ちた。すいません。ちょっと物が落下しちゃったよ。ですね、ラムネって聞いたらさっき言った通り笛ラムネとかのあれを想像すると思うんです。私もそう思って買いましたね。他のなんか今この暑いシーズンを乗り越える的なブレスケアとかあるじゃないですか。ブレスケアは別に暑い夏の乗り越えるわけではないな。まあフレッシュな味わいのものと一緒に購入したんですけど、食べた瞬間に何でしょう、あ、その前に説明文ね。まあラムネがあって中にシュワッとしたパウダーが入ってるよみたいなこと書いてあって、よくありますよね。プッチョとかもそうじゃないですか。中になんかシュワシュワななんか粉が入ってるみたいな、うん、その類かと思って食べたらね、グニャッといったんですよ。このグニャっていうのはプッチョとかハイチュウとかのレベルじゃないんですよ。チョコレートなんですよびっくりしたね。ラムネでチョコレートですよ。想像できなかったね。しかも水色なんですよ。よく歯磨き粉のなんかパッケージにある、オーラ2のパッケージにあるような綺麗な水色をしていました。その水色の見た目でチョコだったんですよ。いや、触った時点でなんかやべえ予感したんですよ。あれ、これキャンディーの類かと思ってね、ちょっと言ったらもうご覧のありさまですよ。グニャッといってね、もっちゃもっちゃもっちゃして、中からシュワーッとパチ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 とワタパチみたいなあれが来たわけですよ。でね、もうこの時点でわけわかんないと思うんですよ。私も食べてわけわかんなかったからね。うん、ちなみにチョコレートと言いましたがね、味はラムネなんですよ。でも食感はどう見てもチョコレートでして、だからね、私はそれを知らずに買って食べたから、もうなんだろうね、未だに冷蔵庫にあるんですけどね、なかなか次の一歩に踏み出せない感じの、すっげーっすよ。ラムネとして普通に美味しい味なんです。それは間違いないんです。ラムネとしては美味しいんです。でもチョコレートなんですよ。うん、なんか思えばチョコレートのなんかあれが混ざってるような気がしないでもないみたいなね。で、最終的にパチパチくるわけですよ。だからね、その脳内でこれは一体何なのかという判断をしている最中にパチパチくるもんだからね、私の中での評価が今意味不明なんですよね。だいたい今までの商品がだいたい7、80点とかでね紹介するのであれば、今回はなんか40点から80点みたいな非常にブレ幅が多い感じの、まあでも多分70、60いくんじゃねえかなみたいな感じの、なんか不安なんだけど、念には念を入れて保険としてなんか 40% あたりまでなんか入れとくかみたいなね。そう、保険を入れてしまわないとなんか不安になるような、そんな感じの商品でした。何回も言いますが、ラムネとしては美味しい部類のはずなんです。ただラムネじゃないよね、もうそれチョコレートだよね。ちなみに裏面見たらなんだっけな、カバヤだっけな、なんか普通によく見たチョコレートメーカーの名前が書いてましてね。で、裏面見たら普通にねチョコレートって書いてたんですよ。それで気づいたんですよ。あそこでチョコレートって書いてなかったら多分ね、あ、これ冷やしてないからこうなってるんだみたいな、今暑いからなみたいな、そういう感じの解釈をしていたと思います。うん、そんな禁断のラムネはね、実際に食べてみないとこの意味不明さは伝わらないと思います。これね、でも一応人気につき再販復活したらしいんですよ。
そういう意味も含めてね、あの正直下手者だった場合復活するわけないじゃないですか。生産するだけ無駄ですよ、売れないんだしね。あれまた出たんみたいな感じでね、大量に在庫抱えるわ仕入れないわでね、地獄の姿がそこにあるみたいな、それを体現するかのような光景が広がることが目に見えていますのでね。しかし再販されたということは、とある人にとってはハマったという商品だと思うんですよ。もしかしたら私も明日食べたらハマってるかもしれない。うん、しかし自信がないので今回はこんな感じになりました。多分ね、どういうところで売ってんだろうな、結構でも見た気がする。うん、いろんな店で見るってことはやっぱり人気なのかもしれません。なので勇気を持ってお試しください。店によっては100円切ってた気がしますのでね、はい、お試しくださいということで、うん、不安な感じですが今回はこれで終わります。お試しあれ。ありがとうございました。